ハメエンリンナ砲兵博物館はフィンランドの軍事博物館である。ハメエンリンナの観光名所でもあるハメ城に隣接しており、フィンランド国防軍が取り扱った現代の家宝の多くが収蔵されている。現地の表記である大ト・とツよは砲兵博物館を指す。また、フィンランド砲兵博物館と表現されることもある。第二次世界大戦においてフィンランド国防軍は ソビエト連邦、ローノー赤軍と二度にわたる戦争を繰り広げたが、冬戦争においては、諸国から二千級の火砲が供与された。また、ソ連からは、戦車や航空機と共に、多種の火砲を旅客し、運用していた。ハメン面ンな砲兵博物館はそうした火砲の多くを、収蔵した、博物館であり、特に陸軍が運用する火砲については、フィンランド国内で最大の収蔵数を誇る。 その他砲兵トラクターや消火器各種、戦後ソ連から供与された自走式ロケットなども展示品目となっている。屋外展示加砲車両消火器と屋外展示が中心であり、年間を通して博物館として開放されている。開館時間は4月から9月は10時18時、10月から3月は11時17時。 入場料金は6ユーロとなっているが、近隣の博物館やパロラ戦車博物館との共用チケットの販売も行われている。ハメ城は中世において砲兵隊の砦として機能しており、現在もそばにフィンランド国防軍の砲兵部隊が駐屯する。屋外に砲兵陣地の再現がなされており、これも展示の一つとなっている。 場合によっては展示されている家宝がここに配置される。ハメンリンナ宝兵博物館からの出版物が11点ほど存在する。うちはフィンランドにおける正式名。ありがとうございます。